はい、こんにちは、くんです。とうとうですね、私の動画も、無事、広告を剥がしていただくことになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。何もおめでたくないんですけど、広告が無事剥がれました。内容なんですけど、やっぱりね、俺の前の動画で言った通り、どうやら、前々から剥がれてたのが、まあ、申請ができるようになったっていう風なことだけらしい。つまり、こう、なんだろうな、今まで俺はすでに広告が剥がれていたけど、それに気づくことができてなかったっていうだけで、まあ、今回改めてそのアイコンが追加されたから気づけたっていうの、それは正解だったっぽい。自分の収益で確認した。自分の収益遡って、あ、確かにこれって昔から広告ついてないやつだわ、みたいな感じの、まあ、ついてなくはないんだけど、まあ、ちょっと数が少ないみたいな。ちなみに、広告ついてない動画の、判別がおもろくて、FPS は全滅ですね。本当に、PUBG は、なんか半々ぐらいで、FPS がね、もう、軒並み全滅でした。やっぱね、ダメですね、もう FPS。いや、なんか BF と COD 全滅でしたね。まあなぁ。なんか、確かにグロテスクな画像、まあ、でもそんなにって感じするけどね。なんか、多分なんだけど、出血のエフェクトとかを感知してるのかなっていう気はするんだよ。それか、もう、多分出血だと思うんだよね、おそらく。動画の中に出血シーンみたいなのがあったらアウツ。逆に、出血シーンがなかったらセーフなのかもしれない。血みたいな演出がなかったら。だから、こう、ちょ、誰か試してほしいんだけど、出血しない FP、あ、ちなみにね、FPS 視点全部ダメかっていう、そうじゃないんですよ。なぜなら、コロニーサバイバルは大丈夫でした。コロニーサバイバルって、弓でゾンビ撃ってるんだよ。でも、そのゾンビから血は一切出ないのね。だから、それは大丈夫だったから、つまりって感じなんだよ。つまり、どういうことですかっていう。多分、FPS 視点自体は問題なくて、問題あるのは出血シーン。だから出血する FPS は多分全部まずいのかなーっていう今仮説が立ってます。はい。つことで私にも無事来ました。っていうか、他の知り合いにも確認したら結構規制来てる人多いらしくて、特に FPS 系の人はもう軒並みって感じで。まあでも私、その FPS の動画も、まあそんなにめちゃくちゃそればっかりってわけじゃないから、めっちゃこう被害がでかかったわけではなくて、まあ、まあでも、それにしても、あんまりこう、なんか、自分の実感はないね。その FPS の動画の収益はめっちゃ低いみたいな、そんなにないから、まあ、なんだかんだ大丈夫なのかな、みたいな気はしなくもないですけど、まあ、ただ、不気味ですよね。広告が一部ついてません。あと、皆さん、YouTuber's Life、広告、なんでなんだよ。なんで YouTuber's Life あかんのよ。YouTuber's Life とか一番いけるでしょ。一番言っていいものじゃないですか。だって、何もさ、やっぱいかんの ?YouTuber の暮らしを YouTube 的には流したらいかんってことですか。そんなバカな話があるかって感じなんだけど、YouTuber's Life は広告がね、一部制限されてたらしいです。随分前から。でも別にね、そんななんか制限されてる気はしないんだけどね。まあ、ちょっとよくわかんないですけど、YouTuber's Life はなんかダメみたいです。なんだろう、YouTuber の暮らしを、やっぱ見せるのは良くないって感じなのかな ?YouTuber の実態じゃないけど。はい。まあそういうことで広告が無事剥がれたんですけど、まあ他のゲーム実況者もね、そう、FPS 以外、まあこの前の動画のからの進展なんですけど、どうもね、FPS 関係ないっぽいんだよね。別の、ホラーゲームとかもやっぱダメらしい。だからガッチマンとか、あの辺アウツなんかなっていう。まあ確かにさ、アウトラストとかなんてさ、その FPS なんかよりはるかに出血が多いわけじゃん。FPS、まああれも FPS っちゃ FPS だけど。まあホラーゲームとかの方がさ、まあ出血シーンとかさ、そういう暴力的なシーンってまああるわけで、じゃあやっぱりそういうゲームって、こう、なんか制限されんのかなっていう。なんか結構厳しすぎるよね。ちょっと。COD でアウト、COD のしかも普通のプレイ動画がアウトってことは、もう全部が全部アウト。なんだよね。でもその COD でもアウトになってないやつもあるんですよ。だから割と謎で、だからあのスノーとかでさ、顔認識とかあるじゃん。あの顔認識で目が大きくなりますとかってあるでしょ。あれと同じそのようなシステムで、その血液みたいなものを、まあ、認知してて、まあそれに引っかかったら多分アウトになるみたいな。まあなんか迷惑な話ですよね。結構。
ごめん。まあ、迷惑な話なんですよ、相当。まあ、いいけど、まあ、良くはないけど。血が出ない判定みたいなので、誰か試してください。誰か、FPS で、その人をめっちゃ撃ってるけど、血は絶対出ないみたいな。もしくは、緑色の血が出るみたいな。ちょっとやってみるわ、今度試しになんか。そういう FPS 探して。なんか、人は撃つけど、まあ、血は出ないとか、もしくは、人の形をしてないものを撃つけど血が出るみたいな。それどうなんだろうね。地球防衛軍とかどうなるんだろう。地球防衛軍っていうゲームはアリさんを撃つんですよ。アリさんとか、こう、なんか雲とかを撃って倒すんだけど、まあ、アリはなんか黄緑、なんだっけ、なんかま、汚いなんか、うんこ色みたいな血を出して死んでくんだけど、あれ違ったっけ、それは酸か、まあ、わからん。まあまあいいや。それは雲か。まあどうでもいいんですけど、まあそんな感じなんですよ。だから地球防衛軍も広告がアウツなのかちょっと検証したいですね。まあググったり、ツイッターで調べたりしてみても、やっぱりその広告制限食らってる人が多くて、で、まあみんな大好き、案件仮面ラファエルさん。ラファエルさんっていう人がいるんですよ。その顔出しの動画を出してて、結構エロネタとか結構やってんのね。なんかホテルに行ってみたとか、ホテルでなんかキャバ嬢がどうだこうだとか、まあ結構露骨に、そのオナホールがどうだとか、本当に露骨にこう、なんか下ネタで釣るタイプの人なのよ。で、まあそういう人だから、まあ結構こう食らってるんだろうなっていう、なんか YouTube の広告がどうたら一部の広告主に適してませんっていうの。なんかちょうどその一部の広告主に適してません、告知が、来た後ぐらいに、なんか呟いてるのよ。YouTube Japan はなんかダメだみたいなこと呟いてて。YouTube Japan の悪口言ってたよ、なんか。まあでもまあ、YouTube Japan が悪いわけでもないと思うけどね。まあしょうがないっていうか、海外の、まあ、強いて言うなら、イスラム国とか、そういうところの動画に、まあそこが悪い。まあ強いて言うならイスラム国が悪かったって感じですね。そういう、こう、組織とか、そういう団体が、まあ、まずかっただけで、別に YouTube Japan は、多分、設計してないだろうしね、YouTube Japan もそのシステム自体を。だから、YouTube 自体のものだと思うよ。おそらくだけど。まあ、でももちろん NG ワードとか設定したのは、まあ、日本人だろうけど、まあ、でもそれはもうしょうがないっていうか、まあ言われるがままやってるだけだろうし、まあ YouTube の本社の考え方っていうか、まあ日本はだってさ、言うてそんなヘイトスピーチとかそういうのあんまないじゃん。まあもちろん多少さ、韓国ネタとか、まあ韓国ネタの動画が制限されるのはまあ言うてしょうがないのかなって気はするけどね、なんかもうガリガリの、まあもちろん事実がどうかは置いといて、もうボリボリの人種差別的な、やばい高速道路を逆走している、ボリボリの人種差別的な感じの内容とかになってるから、まあ、それに広告つけたくないっていう人、会社がいるのはまあ分からんでもないけど、まあ、COD、まあ、YouTuber's Life がダメだったら、ほんとすべてダメになっちゃうね。まあ、しょうがないんですけど、まあ、あれだからね、ゲーム実況ってよく、なんか許可取ってないくせにやってるみたいな言ってる風潮あるけど、ほとんどのゲームって許可取れてるんです。許可取れてるっていうか、まあ別に実況していいよっていうゲームがほとんどなんですよ。逆に実況しちゃダメよってコンテンツって日本のゲームなんですね。だから私ほとんど日本のゲームやってないっしょ。全然。そういうことなんですよ。ほとんど日本のゲームやってなくて、海外のゲームばっかりじゃん。BF とかさ。まあそういうゲームばっかりで。まあそれはそういう理由があるんですよね。まあ、竜が如くとかさ、あと、なんだっけ、ドラクエとかもあんまやらないじゃん。まあ、だから、あれはまあ、もう、ちょっと、なんつうのかな。危ないし、危険だし、なんか、結構、バンしてくる、バンされることも多いらしいのね。ゲームによっては、エンディングの部分だけ、実況しないでくださいとか、そんなめんどくさいことできないっすよっていう、まあ、それだったらもう実況しないわ、みたいな感じの、気持ちなんで、基本的に海外の実況 OK、まあ海外のゲーム基本全部実況 OK なんだけど、実況 OK のゲームだけ、まあやってる感じですね、私は。まあ、なんだこれは。著作権、前の動画であったんだよ、いやゲーム実況なんて著作権侵害だからそんなのバンされて当然だとか、なんかザバーミロみたいなコメントもあったんですけど、まあ、それは違うかなっていうか、別にそれは多分事実を知らないだけなんですよね、多分その人が。まあ事実としては、
許可してるゲームも多いし、だって普通に考えてさ、バトルフィールドとかのゲーム、バトルフィールドとか COD とかってさ、まあ、なんも、だって、まあ、キャンペーンモードをその実況しないでねって言うんだったら、まあ、わからんでもない。わかるけど、別にそうじゃなくて、マルチとかだったら、だって実況してもらえばもらうほどさ、その、まあ、面白さって伝わるわけじゃん。e スポーツなんかあるわけですし。はい。だから、まあ、まあ、ゲームによっても違うのかなと思うけどね。なんだっけ。なんだっけ、かまいたちの夜とかさ、そういうノベル系のゲームは確かに、まあ、厳しいなって気はするけど、ああいうの実況されちゃうと。もう、だってあれって実況されちゃったらもう、その場で KO じゃん。シミュレーション系その、ノベルを読んでいくゲームみたいなのは。だから、それはダメだなってのはわかるけどね。はい。ということで、まあでも、ほとんどのね、海外、まあ自分で調べてみたら多分面白いと思う。海外は、その実況、ゲーム実況のことをレッツプレイとかって言うんだよ。だから、レッツプレイとか、あとマネタイズ収益化っていうのをマネタイズっていうんだから、例えばなんか、〇〇スペースマネタイズとかで調べたら多分いろいろ出てくるのかなって思います。あと、まあそうだね。まあ、あとまあノーコメントっていうか、あんまりまあ、別に特に制限は何もしませんみたいなのが、基本海外でそれがデフォなんだよな。まあ日本のゲームはそれがデフォじゃないのが結構多いから、ちょっと危ないんだけど、まあ日本のゲームもまあ、どうなんだろうね。日本のゲームはあんまり、カプコン系とかって確か、なんかあんま許可して、大っぴらに許可してなかったと思う。まあ、ほぼ黙認みたいな。まあ、黙認してるところが多い。ダメなところは最近ダメって全部ちゃんと書いてるね。そのゲーム実況しちゃダメですとか、マネタイズしちゃダメですっていう風に明記されてるところが結構ほとんどだね、日本も。はい。まあ、ということで、まあ、私も広告制限を食らったということで。まあ、広告制限食らったとか、まあ、実際としては食らってたって感じかな。まあ、あとは、その、この広告制限を逃れる、こう、術みたいなのが、まあ、見つける感じですね。まあ、見つけても、ラジオ動画では多分出しませんが。だって、それはまあ、出せないと思うから、仮に見つけたとしても出さないですけど、まあ、どうやったら、その、要は血が出ないゲームをやればいいのかとか、その、YouTuber's Life も一体何がダメなのかとかがわかんないから、その、なんだろう、規約上 OK のゲームをしたいけど、どういうゲームが OK なのかっていうのは、現状ちょっとよくわかんないっていう。まあ、COD がダメなのは分かった。COD が規約上、その一部の広告主うんちゃらになんかなっちゃうのは分かりました。私の COD も軒並みアウトでした。ということで、皆さんの広告は制限されてないでしょうか？ぜひ動画欄からチェックしてみてください。ということで、くんでした。バイバイ。